アルコスデラ・フロンテーラは、スペイン・アンダルシア州カディス県のムニシピオ。名前は、国境のアーチの位。グアガレーテ川岸に位置する。サガンの尾根の上に広がる市街からは、グアガレーテ川を見渡すことができる。カディス県の他の自治体と同じように、戦死時代から人が定住していた。ローマ人は別荘を作った。アラブ人は、さらに顕著な存在であった。彼らは、街の通り、 軍事要塞、死壁といった構成を組み立てたのである。うまい朝から独立した大使国となった時期には、シドニアのコラに属した。11世紀に独立を果たし、カルセナのエミールがコルドバ大使国の影響から脱して、町を掌握した。ベルベル人の大主が治める王国となったのである。13世紀、カスティーリアをアルフォンソ10世のアンダルシア遠征の際、 アルコスデラ・フロンテイラも征服された。後に、死壁は拡張され、カトリックの修道会が15世紀から18世紀までやってきて町へ定着した。現在、アルコスデラ・フロンテイラは歴史保存地区に指定されたプエブロス・ブランコス街道、白い町の街道の玄関口となっている。それらの壮大な景観とともに、カディス県有数の観光地となっている、自治体の 主な収入源は観光である。自治体市長は、アンダルシーア国民党のホセルイス・ヌーニエス・オルドニエスで、自治体表議員は、アンダルシーア国民党7、AI プロ7、アンダルシーア社会労働党7となっている。アルコスデラ・フロンテーラは、アルコスデラ・フロンテーラ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ありがとうございます。